妖魔酒呑童子。太公望は彼こそ妖者討滅の鍵と見ていた。並々ならぬ力と強大な存在感、それに見合わぬ意志の欠落、それら酒呑童子の特徴からある仮説を導き出していたのである。しかし仮説は所詮仮説に過ぎない。まずは酒呑童子の身柄を押さえ調査を行う必要があった。やがて太公望のもとに酒呑童子発見の報が届く。長谷堂に現れた妖魔軍にその姿があったという。太公望は司馬将諸葛さんらと共に現地に急行した。追いついたようだな。さていかにして酒呑童子を捕らえるか。先の戦を見る限り酒呑童子は指示なくば動けぬものと思われます。敵中枢を迅速につき士気の混乱を誘えば動きが止まりましょう。具体策は？それはそのなら正面から敵を引きつけるおとりと本陣をつく奇襲部隊が必要だな。両人とも良い着眼点だ。互いを補い合えれば貴公らの才は輝きを増すという。敵に清正がいるだと？マジねえ。ガチでありえねえ。清正が化け物につくとかガチでねえ。頼む、ここは男福島に行かせてくれ。俺が直接確かめてくっからよ。さあ行こうか。シキたちがうずうずしている。まずは敵本陣を奇襲し指揮系統を断つ。諸将の奮戦に期待しよう。俺たちの役目はおとりだ。正面から突っ込んで派手に暴れるぞ。やっとりゃとりゃとりゃ。我が軍は迂回路を進み敵本陣を攻める。迅速かつ隠密に攻撃せよ。とは深く。今は撤退し再起を図るぞ。みんな先に行け。ふんわりは俺が務める。逃がすか。二度と避けないよ。叩き潰してやる。私はどうなっても構わぬ。どうか位置を救い出してほしい。俺に任せろ。スイッター。お父さんで負った傷、思ったよりも深いか。逃げ切れぬかもしれんな。この傷さえなければ。気のいい敵だ。俺様が叩き潰してやる。トリア。おとり部隊が先端を開いたようだな。よし、我らも進軍を開始する。やるな。Use it!
奴らを始末してこい。俺に任せろ。任せておけ。気はさせん。俺様が止めてやる。やつが出てきた。はっ。ここは私に任せてもらおう。キコーラは奇襲作戦を続行するのだ。俺に任せて。お前という存在見極めさせてもらおう。やるね。がいい。敵将撃ち取ったり。その戦ぶり手本といたします。
取ったぜ。出番だ。俺に任せな。なんだこれは。面用な。何か来てくれ。人間みたいね。ここは一体どこ。こんなところに。あなたたちは人間みたいね。いろいろ話を聞きたいところだけど、邪気を渡ったあいつらを倒すのが先ね。俺食らせろ。見事な技ね。俺は骨ごと噛み砕いてくれよ。ダンダン。ねえ、くださいよ。私が戦うのは、もはやあるまい。支持するものがなければ、核も鈍るか。この戦ぶり、手本といたします。ことにおいて後悔せず、やむにやまれぬ事情があったとはいえ、槍を向けた無礼、お許しいただきたい。謝ることじゃない。俺たちは守るべきものを守ろうとしただけだ。私たちの大切なものが人質に取られているのだ。
あなたたちは彼らを追うのだろう。ならば私たちも連れて行ってほしい。あなたたちはまともな人間のようね。元の世界に帰る方法もわからないし、しばらくは一緒に行動させてもらうわ。しかし、リョモー殿はいつ怪我を負ったのだ。あの怪我さえなければ救えたはずだな。ここまでやりよ。主天道寺は妖魔の中にあって、ただ妖魔の言いなりとなるだけ。妖者討滅の方法と難しそうな顔して。さっきから目の前にいたけど。よう、今日はどうするんだ。また来てくれよ。電子殿、そこで尋ねたい。そうですね。そうか、やはり太子寺だ。それ俺たちは妖者出現後だが、上田城と長谷道場が来では、リョモー殿が傷俺と別れた後敵に襲われ。時を渡るぞ。